なぜ、なぜわしの意識が目覚める？ここは、フォルセナの図書館か。しかし、なぜわしの意識が、わしはすべての知識を、一冊の本へと封じ込め、もはや、大魔導士グランクロアとしての魂は、世界から消えたはず。なのに、なぜだ？マナの女神の気が感じられぬ。そうか。奴が目覚めおったのか。なんだこの本。はあ、もしやそなたらわしのことがわかるのか。まさか本が喋った。わしの名はグランクロア。かつて大魔導士と呼ばれた男だ。今世界に大きな危機が迫っておる。その名は大魔女アニス。あの大魔女アニスが復活したのだ。誰だそりゃ。マナの女神あるところに偏在する古の魔女。かつてこの世界に最悪をもたらした存在よ。奴は魔界の扉を開き、世界を滅ぼそうとしておる。その大魔女アニスに立ち向かい得るこの世に唯一の方法、それがわしの生み出した最高のクラスチェンジ、クラスフォーダ。クラスフォーデジ？どうかクラスフォーへとクラスチェンジし、大魔女アニスを倒してはもらえんか。この世界を滅びから救うために。クラスフォーか。そりゃすげえ話だぜ。でクラスチェンジする方法は？クラス4へとクラスチェンジするためには、まずあるアイテムを手に入れねばならない。それは勇気のオーブ、慈愛のオーブ、希望のオーブ。ふん、そなたらは不思議な星のもとに生まれておるらしいな。それぞれのクラスチェンジアイテムはどうやら
そなたらに関わり深い場所や人物から手に入ることになるようだな。どうか頼む。世界を滅びから救うため、何としてもクラス4となり大魔女アニスを倒してくれ。私に関わりの深い人物、もしかして父か母の。このリボンは母の形見。まさかこれがクラス4への。いえ、どうやら違うようですね。別の品があるのかもしれません。行ってみましょう、ローラントへ。みんなに関わりのある場所か。早速向かってみましょう。英雄王様なら勇気の応募について何かご存知かもしれないな。よし、早速話を聞きに行こう。おお、デュランではないか。ちょうど良いところへ帰ってきた。待っておったぞ。私を待っていた？王様、どういうことですか？今のこの世界の危機に際し、未だ世にうずもれた腕の立つ戦士を探すため剣術大会を開くことになったのだ。どうだデュラン、どれほど腕を上げたか試してみぬか。若手部門の優勝経験者の出場となれば皆の士気も上がることだろう。はい、ぜひお願いします。うん、もはや若手部門でかなうものはおるまい。デュランには本戦に出場してもらうとしよう。こいつは面白くなりやがったぜ。俺様が本戦出場の切符を手に入れた途端、宿敵のご機関とはな。おいデュラン、お前の最初の相手はこの俺様だ。せいぜい首を洗って待っていろよ。ではデュラン、試合開始まで準備を怠らぬよ。どうだ、準備は整ったか。それでは剣術大会本戦を開始する。俺様がどれほど腕を上げたかたっぷり味わうがいいぜ。覚悟しやがれよ、デュラン！デュランならきっと勝てるはずだわ。いつもあんなに頑張ってるんですもの。試合始め！そこまで、勝者剣士デュラン。怪我がなくてよかった。デュランよ、さらに腕を上げたようだな。くさくさくさ、俺様だって腕を上げたはずなのに。おいデュラン、次こそはお前に一泡吹かせてやるからな。覚えてろよ。ああ、望むところだ。いつだって相手になってやるぜ。ではデュラン、次は決勝戦だ。準備を怠らぬようにな。準備が整い次第わしに話しかけるがいい。
次の相手は手強いぞ。どうだ、準備は整ったか。それでは剣術大会決勝戦を開始する。え、相手がいませんけど、王様と手合わせするのではないのですか？デュランよ、この度の決勝戦、お前の参加に合わせとっておきの相手を用意しておいたぞ。剣術大会決勝戦、剣士デュランの相手は黄金の騎士ロキ。ロキって、え、父さん？そんな、父さんは死んだはずじゃ。我が息子デュランよ、お前がどれほどの剣士となったか、すべてを捨て、一人の騎士として手合わせ願う。いざ、勝負だ。父さん。ああ、分かったぜ。俺も一人の剣士として、あんたを超えてみせる。行くぜ、黄金の騎士ロキ。それでは決勝戦、始め。幼かったお前とこうして手合わせする日が来ようとはな。俺もマナの女神のお導きか。痛いぜ。お前は呪文字切り。この剣に生きれるか。黄金の剣、受けてみよう。この剣に生きれるか。この剣、生きれるか。行くぞ。黄金騎士の剣、受けてみよう。この剣、生きれるか。ユラ、黄金騎士の剣、受けてみよう。
この剣が見切れるか。これだ。よし、いっか。覚悟した。どれよ。呪文字切り。よし、いっか。ユラ、呪文字切り。力を貸せ、ノーブ。黄金騎士の剣受けてみよう。俺に任せろ。これだ。せいやった。英雄王様なら勇気の王墓について何かご存知かもしれないな。よし、早速話を聞きに行こう。おお、今のこの世界の。どうだデュラン、若手部門の優勝。はい、ぜひ。うん、もはやではデュラン、どうだ、準備は整ったか。それでは俺様がどれほど。デュランなら試合。そこまで。デュ、クサクサクサ。おい、デュラン。ああ。ではデュラン、準備が整い。どうだ、準備は整ったか。それでは剣術た剣術大会黄金の騎士。ロキってそんな。我が息子デュラン、いざ勝。父さん。ああ、わかったぜ、行くぜ、黄金の騎士ロキ。それでは決勝戦。はい。幼かったお前とこうして手合わせする日が来ようとはな。これもマナの女神のお導きか。黄金騎士の剣受けてみよう。この剣見切れる。
そこだ。この剣、生きれるか。そこだ。黄金騎士の剣、受けて受けて受けて、こいつは痛いぜ。ほらよ、十文字切り。本当の強さの意味も知らず、父さんに憧れるだけの子供だった。だけど今は違う。この戦い絶対に勝ってみせる。覚悟した。行くぞ。黄金騎士の剣、受けてみよう。ユラ、行くぞ。これだ。黄金騎士の剣、受けてみよう。加減はなしだぜ。そうだよ、呪文字切り。そこまで。勝者、剣士デュラン。デュランよ、見事だ。もはやお前以上の剣士はこの世におるまい。父さん。心配するな。私の命はすでに失われたもの。もともとお前と手合わせした後、すぐに消える運命だった。一人の騎士として父を超えるほど成長した男の姿を見られたのだ。もう何も思い残すことはない。父さん。リチャード王子、私の勝手な願いでお手間をかけさせましたな。いや、とてもいいものを見させてもらったよ、我が友ロキ。王子、ではいずれまた。ああ、いずれまた。ディランよ、
達者でな。ウェンディのことを頼んだぞ。息子の腕の中で、いや、自分が認めた剣士の腕の中でこの世を去るのも悪くないものだな。優勝者剣士デュランに優勝賞品として我がフォルセナに伝わる至宝勇気のオーブを授ける。ありがとうございます。デュラン、その至宝ってクラスチェンジアイテムでちそうか、やったぜ。これで俺もクラス4になれるんだな。クラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。
誰がクラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。おお、シャルロットや。帰ってきてくれたのかい？ううん、違うでち。シャルロット、おじいちゃんに聞きたいことがあるでち。ああ、何でも聞いておくれ。シャルロット、お前の役に立てるなら、わしはどんなことでも力を貸すよ。おじいちゃん、希望のオーブって知ってるでちか？どうして、その名を？そうか、シャルロットや。お前はわしが思っていたよりずっと世の中の多くのことを知っているようだね。希望のオーブ、久しく聞かなかったな。じゃのう、それはな、シャルロット、リロイとシェイラが種族を超えて結ばれるために使った秘宝なんだよ。ママの、わしはあの悲劇が繰り返されぬよう、希望のオーブをワンダーの樹海の奥深くへと封印したのだ。ワンダ
ターの樹海でちね。希望のオーブなど今さら何に使うつもりなのじゃ。シャルロット、お前まさか。いや、わしはお前が望むことを止めはしないよ。かつてはそれが悲劇を生んだのじゃからな。ただせっかくリロイとシエラが授けてくれた命じゃ、大切にするんだよ。分かったでち。シャルロット、命は無駄にしないでち。希望のオーブを手に入れたらここに戻っておいで。わしの施した封印を解き、再び使えるようにしてあげよう。では気をつけて、くれぐれも命を大切にな。どうかしたのか？シャルロットちゃん、嫌なら…ううん、なんでもないでち。さあ皆さん、行くでちよ。いらっしゃいにゃ。とっておきの武器を取り揃えてるにゃ。また来てくれよにゃ。武器が強くても防具が弱くては戦えませんからね。きっとお役に立ちますよ。なかなかの品だな。ワクワクでち。いい仕事してるでち。きっとお役に…これ欲しかったんです。またお越しください。とっておきの武器をと…また来てくれよにゃ。